と言いますと、やっぱりその台湾に10年住んでおりますが、10年住んでるけど10年以上ですよ。もう私の人生の半分ぐらいの長さです。はい、はい、でしょ。でね、じゃあいろいろ台湾のことについて知っているかというと、もう大体わからない謎がいっぱいなんですよ。で、あの研究室の、私研究室の主催しておりますから、研究室のあのいろんな周りの人に聞くんですけども、どうもね、その中国語とかだとね、頭に入ってこない。何なのこれっていうのを聞いてね、何なのこれっていうのを聞いて、今一つ頭に入ってこないから、あとその他の人に説明しようとした時もですね、なかなかうまく説明できないんで、これはもうちょっとゼナリさんの方から説明していただくのがよろしいかなと思ったわけです。そうそう、で今、まあ、そのさっきまで続いてた会話と、途中でいきなり私の会話になってしまいましたけども、そうなんですよね。あの台湾語は あまりできませんっていうのは、じゃあまあちょっと簡単にご存知の範囲で、台湾言葉事情、みんな何語で話してるの的なことをちょっと簡単に。普通はね、あの中国語を話していて、で、あの多分おじいちゃんおばあさんの世代は台湾語の方が普通だったけど、あのまあなんかちょっと民族とか来るところによって台湾語じゃなくて客家話、うん、客家話、はい、はい、客家話、はい、客家話、他のちょっと方言みたい、みたいな、客家方言で言って大丈夫かなと思って、はい、まあ一応ね、客家話、客家話、客家話で、ね、台湾語とか客家とか、はい、まあこういう一番ちょっと天道的台湾本当に台湾文化と関わる言語があるんですけど、うんうん、もう今の若い世代はあんまり話せないだと思います。うん、はい、私も小学生の時だけ、あの家が台湾語を喋っている学生と博多喋れる学生が各地博多と台湾語の授業を取っただけです。だから小学生の時、多分今より台湾語喋れるんですけど、はい、今はもう全然使っていませんから、はい、喋れないようになりました。うちのラボのメンバーハッカーの人もいるし、台湾語ゴリゴリの台湾語の人もいるんで、本当ですか。、はい、あ先生はあもう10年以上住んでいるんですから、はい、台湾語わかりますか？わかんないよ。大丈夫です。あの私もわかりませんから。言ってることはなんとなくわかる。おまわりさんに検問で止められた時に、これ多分お酒のことなんだな、お酒乗って車運転してませんかとかなんだなって、もう見たらわかるじゃないですか。え、よく検問されます。検問はね、何回かされてます。え、なんですか。はい、やっぱもう見た目がね、見た目がこいつは、おまわりさんもこいつはちょっと止めておかないといけないぞっていう雰囲気になったんじゃないかなと思います。やばいです、ね、やばいです。あの見た目だけで、まあでもまあおまわりさんもお仕事なんでね。あ、そうですね、はい、ただそのそうです、ただあのあれです、おまわりさんに出頭して、ここの ARC カード居留所だ、もうこの居留所っていう、いきなりもうこの一発目でこんな超難関台湾事情を話していますが、あのおまわりさんに、そこまで中国語できるんだったら観光客が困った時にちょっと通訳してくださいって言われました。だから中国語はある程度できます。はい、台湾語は突然何か言われて、まあなんとなく言ってることはわかるけど、もう台湾語のボキャブラリーがないから。ああ、わかります。あの家でもおばあちゃんが台湾語で話してくれるんですけど、わかるんですけど、まあ同じあの単語の量が少なくて返事ができない。あの台湾語で返事はできません。できない、はい、できない。で、台湾語で話して返そうと思ったら、時々日本語が出ちゃいますよ。日本語が、あ、台湾語の中でちょっと日本語と似ている単語もいっぱいあるから、本当にもう日本語能力が伸ばした後でも
台湾語の能力は飲み込まれてしまって、もう台湾語言おうと思ったら、あ、日本語出ちゃった。だけどまあ、いや、そう、うん、そう、それはね、まあ起きますね。それは、それはね、起きます。その、はい。で、まあ、あの、なんというか、そうですよね、その、なんていうんで、台湾の人たちはいろんな言葉の背景を持っていて、で、人によって普段使う言葉も、まあ、うちは何語で話す、あそこのうちは何々語で話すっていうのがもう、まあまあまあ、それぞれ違う感じですよね。はい。で、まあ、その、普段はもう、中国語で話すってことで、台湾語で話しかけられても日本語で、で、かぶ、日本語かぶっちゃう状態で、で、じゃあ日本語を話すっていうことはないんですね。日本語で話す、家庭の中で日本語を話す、いや、ないだと思いますね。私の家族では、まあ、小さい頃から家族、両親が日本旅行が好きですから、まあ、ちょっとだけ、まあ、漢字を合わせて、うん、なんか簡単な単語おすすめとか、メニューとか、なんか料理を頼むだけとか、旅行のための単語はちょいちょい話せるんですけど、あの、まあ、やっぱり会話するのはできないかなと思って。じゃあ、おばあちゃんとかの世代の人に、日本語で話してよって言われて、その人とは日本語で普通に話すっていうこともない感じです。あの時の、あの人は、普通は小学校までの教育を受けるのは普通ですから、多分もうなんかこういう教育を受ける時間はもう遠く昔で、もう今も使ってないし、あの時の記憶またなんかこの日本語を話す能力なんかまだ残っているかな疑問していて、でもあのなんか小説の中でなんか台湾人の作家書いた小説の中で、多分私の親の世代のおじいちゃんおばあちゃんだったら、あの世代の人は日本語でバリバリ喋っているだと思います。話しかけられました、病院で。あ、そうですか。おばあちゃんに、ま、昔研究してくれてた人と一緒に病院に行った時に、あれ、あなたたち日本人なの、懐かしいわ、私も女学校の時に甲子園に行ったのよっていう、はい、もう日本では、あのおばあちゃんは台湾人、台湾人だ、女学校の時に日本に行った甲子園を見るためにっていう、すごい、すごいんです、すごいんですよ。いい家族から、そういうことですよ。もう女学校で、女学校、もうなんかいい家族、はい、お金持ちの家族で甲子園見るために、はい、日本に、はい、あの時代だったらすごいことです。見るからにお金持ちのおばあちゃんって感じの雰囲気のおばあちゃんだった。あのかけてる眼鏡もね、全然ね、あの見た目がね、あ、このおばあちゃん、もうオーラが違った。このおばあちゃんの日本語は私の日本語よりも正しくて正確だという日本語を話す台湾のご老人に会いました。今は女子高校、でも女子高校とかですね。女子高校ですよね、はい、あ、私も高校時代は女子高校で、はい、あの女子高校は日本人だったから始めた高校、はい、建てられた、できた、あ、日本時代からできた高校ですから、女子校から女子高校になりました。私の高校です。そうなんです。で、中華系の言葉、台湾の言葉とかっていうと、今お話しいただいた中国語、まあ、これ台湾家語っていうのかな、台湾家語、中国語、いろんな呼び方がありますよね。北京方言を元としたとか、そうですね、そう、台湾家語になるのかな、台湾ファイル、あ、でも語彙って国語って語彙って台湾、例えば台湾と中国だけを見れば、もう書き方も全然違う、違います、ね、漢字が違う、はい、で発音もちょっと違う、なんかアクセントとか巻き舌の程度とか全然違って、はいはい、でそれだけを見てもなんかどっちが標準語も言えないし、うん、どれも、まあ、
地域によって自分のなんかアクセントがあって、あの例えば中国の中でも違う場所でなんかアクセントとかあの単語の使い方も違うだと、こういうことはよく猫乱入これ。はい、あお尻パン。あ、いや、GoProがやられる。GoProが、いいかな。いいの、いいのかな。じゃあもうこっちメインで、私これ、ここぐらいに寄って、こんな感じでし、ちょっと、あ、やられました。やられた。はい。で、そうで、あの、うん、で、そうですよね。で、今までその言葉についてもお話、聞いてまいりました。で、何ですかこれ、出身とか場所によってここは台湾語ゴリゴリとか、ここは絶対台湾語じゃないとか、なんか場所によって使う言葉って違ってきます？ あるだと思います。例えば多分北の方だったら、まあ正しいかどうか、はい、わかりませんけど、はい、私の印象は、はい、多分苗栗というところは墓の人、はいはいはい、で南だったらなんか彰化とかあの辺も、まあ、とりあえず決まっているところから そのエリアから多いの人は墓、こういうことはあるんですけど、うん、ちょっと場所はどこかちょっと忘れちゃいました。でもさっき言ったの、あのこの地域だったらもう台湾語とか墓だったら、それはまあちょっと、そういう話し方は話せるんです、うん、であれですよね、この今までその基本的にあのだそうそう、ここでね、そのまあ後でそう、ここで私がちょっと孫ついてますけども、これね、その中華系のその言葉の話ばっかりしてましたけど、まあなんかいろいろ私の方から補足しておくと、中華系の人たちじゃなくて、まあその、台湾語の漢字で書くと原住民って書くのかな、先住民の人たちもいてて、あのここはそういう場所なんでね、ここはそういう場所なんだというふうなのは後編に差し掛かってくるんですけども、まああのでそのじゃあそのご家族が先住民、原住民の人ではないんですよね、はい、ってことは、だからいわゆるその中華系の人たちですよって、はい、漢人系の人たちですよってことですよね、はい、で、まあ今ここでいろいろ私たち話してますけども、その台湾大学で、であのもうなんか知っちゃってるんですけど、台北の方ですよね。はい、そうです。台北の方ですね、はいはい、台北の方ですけども、ずっとご家族、ずっとみんな台湾の台北って感じです。はい、あの実はね、あの台北の中でもあの大学まではすごく限られているエリアで活動していた。はい、あの台湾のシステムって、教育システムでは小学校と中学校はテストなし、なんか家の近く、例えばなんか住む場所の近くでこの小学校とかこの中学校があったらそっちに行きます、うんうん、ですから小学校と中学校は普通にあの家に近い学校で、高校からは、まあ、一応ちょっとテスト入学試験があるんですけど、あの私が受けたあの女子校は私の家からもバスで5分ぐらいだけの通勤距離で、で大学もまた台湾大学で、あれは私が住むエリアの隣のエリアだけですから、通勤しても、あ、長いだったら待ち、あのバスを待つ時間を含めて30分ぐらいかな。ですから私のあの学校生活範囲はすごく狭いです。宇宙はアリスの宇宙はこれぐらい。台湾の中で台北の中で台北の中でまた2つのエリアで、いきなり日本とその、はい、もうね、ここと、はい、こことなんかあのもう大学卒業してまだ家に住んでいて、全然一人暮らしの経験がないから、じゃあ自分の日本に
日本に追い出されて何度なく一人暮らしできるようになろうと思ってた。そう、あの留学もそれ、あのそれは一つの目的かなと思います。はい、あのでその台北はまあ一番大きな町じゃないですか。町じゃないですよ、都会です。まあまあ町って、まあ、都会ですよね。町ってそのこの町って感じもいろいろあるけど、こっちの町いろんなね、あのしょぼい方の町と大きい方の町があって、その都会、その辺の町じゃなくて、なんとか町の町じゃなくて都会、はい、高いビルいっぱい、高いビルいっぱい で、あのさ、ここでさ、まああの前半戦というか、まあ前半戦というか、その自己紹介編はこれぐらいにしておいて、まあこれ次回に続くになっちゃうかもしれませんけども、じゃあその次のトピックスに徐々に移っていきますけども、なんでここに来たの？私ですか？なんでここに？先ほど自己紹介するときに、あの研究内容を聞かれましたよね。はい、で、あの以下の研究をするために、海水は重要です。海水が必要と、空間、イカを飼う空間が必要です。それは私の学部にそういう空間と海水が使えるようなシステムがないんですから、もうあの入学する前からあの教授と話し合って、あ、この知見がやりたいだったらイランの MRS に行くことになるんですよと言われて、あ、はい、わかりました、じゃあそうします。ですから、あの私の大学院生の1年目の第二学期はここに、はい、ここにします。ここは、ここはどこですかって。ここは台湾の宜蘭です。東北にいるあの県です。はい、ありがとうございます。はい、はい